はい。で、目次で、先ほど横断的にという話をしましたけれども、まず、一番最初のところでは、いわゆる非正規雇用について、試用期間を設けるか否か、これ実務上よく結構問題になるというか、実務上よくあるケースでございますので、そもそもそのあたりどうなのかというあたりを指摘させていただきたいと思います。で、そして第2というところ、これ次は、非正規従業員についての、処遇です。処遇というとですね、もうおそらく頭にピンとくるのは、これ同一労働同一賃金だろうと。まさにその通りでございまして、均等待遇と均衡待遇。そのあたりについて、最高裁、3つほど、昨年、出ておりますのでですね、そのあたりをですね、解説をしながらと。で、そして、昨今、無期転換についていろいろと実務上、問題が出てきております。今後さらに多くの問題が出てきて、未だですね、裁判例というのはほとんどないところではあるんですけれども、例えば無期転換権行使にあたってこういうことはできるのかとかですね、そういったあたりについてのご説明をしたいなというふうに思っております。で、そして、非正規雇用について、よく定年の定めがあったりするわけですけれども、そもそもそれってどうなのかというあたり、で、そして、それから、非正規雇用について、いわゆる、死傷病休職を定めるということについても、実務上、企業さんによってよくあるところかと思いますけれども、そのあたりの留意点についてもご説明したいと思います。で、そして最後はですね、第3というところ、これはもう出口の問題です。非正規従業員についての契約を終了すると。契約終了の方法としては、強制的な方法としては、解雇と雇い止めがありますので、その2つについて、実務上、よくある問題というか、どういうふうに対応するべきなのかという部分について、ご説明をしたいというふうに思っております。はい。そして、具体的に中身に入ってまいります。まず一番目でございます。使用期間の設定の要否でございます。簡単な図を作ってみたわけでございますけれども、